これが人生を遊んで暮らせる大金が入ってる貯金箱。挑戦者の皆様、ごきげんよう。これから皆さんにはいくつかのゲームに挑戦してもらい、その成績によってこの10億円が入った貯金箱を壊すためのアイテムを贈呈いたします。それでは早速第1ゲーム、貯金貯金コイン落とし。ルールは簡単。水槽に入った第9章、いずれかの貯金容器にコインを入れたらアイテムゲット。大きい容器を狙うもよし、小さい容器を狙って強いアイテムをゲットするもよし。全部で3回挑戦が可能となっている。しかしどこにも入らなければ、貯金箱に1000円貯金しなければならない。これが第1ゲームか。第1ゲームやっていくの？こんなんでもトンカチをゲットすれば一撃でいけるから。一発でもうバーンだね。いきます。うわみたいな感じ。いや絶対ちょっと手前らへんからやった方がいいと思うんだよね。うわっ、ほらめっちゃでしょ。うわっ、うわっ、マジこれむずいよ、マジで。ふぅ、ちょっと俺、分かったこっちからこう入れて、こういったやつはみんなを狙えるやん。え、めっちゃいいよ。しかも、500円玉でいきます。バラッタ、バラッタ、頼む。待って待って、あの、やだ、動画的にも絶対入れてくれ。いや、逆にちょっと上から入れてみようかな。やばいって、それはやばい。何かを得るためには何かを失わなければならないんだ。10億円ゲットしてやるぜ。億円だ。それではゲットしたアイテムを使って貯金箱を壊してください。制限時間は5秒です。え、5秒？ 5秒？ 5秒、よーい、スタート。ルールは簡単。コインを滑らせて止まったところのアイテムがもらえる。チャンスは1回まで。貯金の枠に止まると自腹でその額貯金しなければならない。ちょっと僕無難にハサミ狙いますわ。お、いいね。リスクが少ないし、確かに落ちたらどっちにしてもドボンでアウトやから。そっかそっか、うん、いきます。ということは、あの、トモくん1万円罰金です。さらば1万円よ。じゃあ次はエニアリの番や。1万円いくよ。1万円やな。1万円か。1万円、はい、貯金です。やりました。あー、チョリーくん、もう一回チャンスくれないですか。2人ともアイテムがないんで、もう一度お願いします。いきます。これは完全に
もうやばいって。やだー。いきます。こんなことある。いきます。来ました。もう一度お願いします。お金を払いますんで。じゃあほんまドライバーちゃんと狙っていって。ドライバー王ちゃんと狙うわ。うん、いきます。やったやったドライバーゲット。それではゲットしたアイテムを使って貯金箱を壊してください。制限時間は5秒です。まだ5秒。無理やねんちゃんがそれ。5秒。ちょっとだけこれほら中が若干見えるんじゃない。第3ゲーム、私のお金を落とさないでー。お金キャッチ。リアルに今財布に入っているお札の枚数挑戦することができる。キャッチできた枚数によってアイテムが支給される。しかしキャッチできなかったお札は貯金箱へ貯金してもらいます。ちょっとリアルなお金って言われたんですけど、50円しかないの。あと、何円ある全部で。4000円。ちょっと待って。すいません、これ助け合いでいこう。助け合いでいくか。じゃあ2枚ずつで。2枚俺やるから。あ、そういうこと、ね、3枚キャッチしてる。わかりました。それではいきます。1枚ずつね。いくよ。いや無理、これむずいわ。ちゃんと印刷しといた方がいい。大丈夫だよ、どんなんでも俺は掴める。わかった。橋が悪い。橋悪いよね。あと、わかった。それより長く持つから握力大変で。これで一体いけるわ。これで一体いける。すごい。とりあえずじゃあ1000円罰金するわ。罰金やで、貯金な。いきます。あー、入れちゃった。いきますよ。うわー、あばよ、俺らの1000円というよりエニアルの1000円。やめて。入れたらやるわ。オッケー、チャンスは。チャンスいっぱいあるかな。なんか、滞空時間を多めにして。何でしてんねん。滞空時間ラストチャンス、今のが。ごめん、待った、ごめん。もう一回はないのよ。エニアル、聞いときな。人生もう一度はないのよ。人生もう一度はないのよ。もう一度できるのはゲームだけです。最後では僕のね、5000円を。あ、やりやすい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 。一回交代してみて。一回ちょっとすいません。人生にもう一回はないと言ったんですが。ほら、人生もう一度はないのよ。最後僕にもう一回をやらせてください。やるんかい。いくで。なんか、あ、私は見えなかった。あ、でも撮ったんじゃない。映った。してくれ、それは。もうこればっかりは仕方がない。仕方がないです。入れました。あれやから、お箸だけは借りていいですかね。いいですね。それでいきましょうか。それでは制限時間は1分です。1分。よーい、スタート。いってー、いってー、やれよー。じゃ
金も出てきた。どうした終了よっしゃー壊せましたエニアリの手でやった10億円ゲットやということで、この動画面白いなと思ってくれた方はチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他にも楽しい動画たくさんありますので見てみてください。せーの、待ってるよー。